こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。フライトナイツ、これはいいスタートを切りました。フラッグダウン、この馬も好スタートを切りました。ザクリスタル前に行きそうです。大気ブリザード、それに続いています。さらにはフラッグダウン、10番ナショナルマジェスティ、その後ろシャドウアンサー、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。フライトナイツ先手を取りました。並んで5番ザクリスタル、大気ブリザード5位をキープ。その隣にファンシーモーニング、ウエスタンアヘッド、すぐ後ろ赤の帽子タイムリープレジャー、その後ろすぐ隣にナショナルマジェスティ、すぐ後ろにファイティングミサイル、ロンドンディバイン、そのうちに続いています。その隣にガルフエミネンス、その横にヤングデグルス、トップリストレーション、この馬もこのグループしんがりからシャドウアンサー。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ザクリスタル、フライトナイツ、ほとんど差がありません。フラッグダウン3番手大気ブリザード、いい位置です。先頭を捉えにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はフライトライツ、大気ブリザード先頭、あと 200m 大気ブリザード先頭だ。残り 100m 大気ブリザード先頭、2番手はフライトライツ、大気ブリザード1着、大気ブリザード完勝、大気ブリザード1着、2着はナショナルマジェスティ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。大気ブリザード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはバランシーン、綺麗なスタートを切りました。ラムタラ前に行きそうです。バランシーン、それに続いています。さらにはディナーズウェイ11番トラストガバメント、その後ろもう一度先頭から先手を取ったのはラムタラ、では前の方から先手を取ったのはラムタラ、2番手に16番成田ブライアン、バランシーン、そのうちに続いています。内からはディナーズウェイ、その隣にトラストガバメント、その横にストラテジックチョイス、グランパドシアター、そのうちに続いています。その隣にシングスピール、その外からトロットインディー、キラーマックス、それに続きます。その隣にハイフレンドイースト、その横にサッカーソネット、クリスタルクイック、この馬もこのグループ、内からはシャドウフォレスト、並んで3番ライラックスクワート 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先頭はなんと成田ブライアン、場内どっと湧いています。ストラテジックチョイス、この馬もこのグループ、ラムタラすぐ後ろ、その後ろからはバランシーン、オレンジの帽子サッカーソネット、その後ろクリスタルクイック、それに続きますディナーズウェイ、そのうちに続いています。緑の帽子トラストガバメント、その後ろここでサッカーソネット先頭に変わりました。サッカーソネット後続を引き離す。2番手は成田ブライアン、絶好の手応えです。サッカーソネット先頭、差はほとんどない。2番手はサッカーソネット、サッカーソネット、さあ手応えはどうか。やはり成田ブライアン先頭だ。残り 200m 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m 必死に追う成田ブライアン。2番手はシングスピール、成田ブライアン1着、成田ブライアン完勝、成田ブライアン1着、2着はシングスピール。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました成田ブライアン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。新潟競馬場、本日の第4レースの発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。ウィンオーフ前に行きそうです。続いていくのがサードアイディア、その外からファンシームーン、内からはサラトガシリウス、フサイチコンコルド、後ろからになりました。黄色の帽子セレクトロンリー、その後ろ最後方にアドマイアリボン。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。7番サードアイディア、2馬身から3馬身のリード、間が空いてウィンオーフ、青の帽子サラトガシリウス、その後ろ。さあ先頭は依然として7番サードアイディア、2番手はウィンオーフサラトガシリウス、3番手。さあいよいよ直線の攻防。サードアイディア先頭、3馬身から4馬身のリード、2番手はサラトガシリウス。サラトガシリウス必死に追います。この差は果たして縮まるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。サードアイディア先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m。 サードアイディア先頭だ、リードは1馬身。後続の足色はどうか。一気にサラトガシリウス、サードアイディア、サードアイディア1着、2着にはどうやらサラトガシリウス。見事に勝ちましたサードアイディア。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭変わってファビュラスラフィーン、ファビュラスラフィーン先頭。残り 100m、 2頭の叩き合い。サッカーバーリン追いすがります。ファビュラスラフィーン、ファビュラスラフィーン1着、2着にはどうやらサッカーバーリン。見事に勝ちましたファビュラスラフィーン。サッカーバーリン2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭は成田チェスト。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はマイネル新山、あと 200m。 先頭はマイネル新山、千本桜必死に追います。マイネル新山粘る。一気にサイレントハピネス、サイレントハピネス、わずかにサイレントハピネス体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間、もう一度 VTR で確認してみましょう。短い直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭に立ったミスキューティー、リバーガール先頭、スターバレリーナ追いすがります。リバーガール先頭だ、リバーガール、リバーガール1着。2着にはどうやらスターバレリーナ、見事に勝ちました。リバーガール、サマリベッピン敗れました。これは掲示板までです。